ただ、ストパター選手にお願いします。試合を終えた率直な感想をお願いします。現在での相方はこれ理解できるとは言うと、ちょっと残念な気持ちがありますけれども、中谷選手と対戦できたことは嬉しかったです。試合内容を振り返っていかがでしょうか。そう、今6年とか、自分は目が入ったら、ちょっと2年とか、例えば、何で入るの。では、ちょっとこう、何1ラウンド、2ラウンドは、潤人選手の、中谷選手の速さにちょっと追いつけない感じがありましたけれども、まあ、その後はそれに対応して、徐々に対応できたと思っています。改めて試合を通して、中谷選手の印象というのはいかがでしたか。ちょっと、すごい、自分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 、中谷選手はテクニックもあり、そしてパンチの重さもあり、実は私は中谷選手のファンで、ずっとファンで好きでした。アイドルです。